バラスペース。おー、豪快。お腹からシャオシェンちゃん決まりました。かさかばしてここで、あー、しかしこれも中村止めた。バランスコスかわして腰を決まりました。今日も絶好調のキャプテン腰を、腰を、しかしセカンドチャンスは徳田が決めました。さあ田中打っていきました。スハコ決まりました。速攻決めたのは8番のスハコ。かなり 9m ラインより前に出ています。さあここで決まりました。古谷の得点だから、そう、いい。しかしここは体勢を変えて決めました。受け取って最後は山口決めました。さあラストのゴールは9番の小川洋二でした。